空と新しいお店。私、店長の松本真希、よろしくお願いね。木本さくらです。よろしくお願いします。大道寺智代です。はじめまして。さくらちゃんに智代ちゃん、かわいいお名前ね。お人形とか好き？はい、大好きです。嬉しいわ。それにしてもほんと私ってドジなのよね。朝から片付けてるのにまだこれですもの。あの、私手伝いましょうか？え、いいわよ。そんなお客様に手伝わせるわけにはいかないわ。お気になさらないでください。お人形とか大好きなんです。ねえ、どんなものがあるか早く見たいし。はい。そう、じゃあお言葉に甘えちゃおうかしら。任せてください。じゃあさくらちゃんにはぬいぐるみを運んでもらおうかしら。奥の部屋で私がぬいぐるみを渡すから、さくらちゃんはそれをお店まで運んでね。ともよちゃんはさくらちゃんからぬいぐるみを受け取って棚に並べてもらえるかしら。はい、お任せください。さあ、どんどん持ってきてくださいな。まずはこれ、お願いね。わあ、かわいいぬいぐるみですね。確かに受け取りましたわ。それじゃあ次はこれね。はい。ご苦労様です、さくらちゃん。頑張ってね。任せてください。それでは棚に飾っておきますね。今度はこれかな。ふわふわだ。楽しいですわ。はい、これで最後よ。よろしく。はい、マキさん。はい、確かに受け取りましたわ。ありがとう、さくらちゃん、ともよちゃん。おかげで綺麗になったわ。
早くお人形さんとか見たかっただけですから。ああ、そうだ。はい。占いとか興味ある？占いですか？はい。私も。よかった。あのね、とってもよく当たる占いがあって、お礼に教えてあげたいの。やってみない？あ、やってみたいです。お願いします。じゃあ、用意してくるわね。ちょっと待ってて。はい。よかったですわね、さくらちゃん。うん。この占いはね、カードを使ってやるの。まず、どれか好きなカードをめくってみて。そう。じゃあ続けてどんどんめくってね。見て、さくらちゃん、同じ絵のカードがあるでしょ。こうやって揃ったカードは横に避けておいてね。じゃあ続けてめくって。10枚めくり終わったらおしまい。それじゃあ、さくらちゃんの運勢を見てみましょうか。かなり調子がいいみたい。自分の力が 100% 発揮できるわ。好きな音楽を聴いて気分転換するといいみたい。ラッキーカラーはピンクよ。どう？さくらちゃん、わかったかしら？なんだかゲームみたいで楽しくてわかりやすいです。よかった。ちょっと私は席を外すけど、ゆっくりしていってね。はい。さくら、ケロちゃん、ダメだよここじゃ。あー、しんどかった。やっぱり外はええな。ちゃんてば。おっと、そうやった。さくら、気配がするで。え？多分この占いのカードの中に黒カードが紛れ込んどるんやろ。この中に？間違いない。この残ったカードのどれかがそうや。さくらも集中してみ。どれかわかるはずや。わかるはずやって、平気なの、ケロちゃん？平気平気。ここが居心地ええんかおとなしいもんや。そうなの？ほんまやって。とにかく集中してみ。レインとウッド、雨と木のカードがいたよ。ペロちゃん、これな？なんも危ななかったやろ。レインとウッドのカードか。こりゃラッキーや。ごめんなさいね。お客様を放り出しちゃって。あ、いえ、そんなこと。占ってみたくなったらいつでも来てね。カードは自由に使っていいから。はい。あら、もうこんな時間なのね。ごめんなさい。ずいぶん引き止めちゃったわね。そんなことないです。楽しかったし、ね、ともよちゃん。はい、とっても。ありがとう。こちらこそ、助かったわ。はい、今度はもっとお友達連れてきます。お願いします。こんにちは、お荷物だ。はーい、今行きます。ごめんなさい、ちょっと待っててくれる？はい、あ、いいですよ。私たちそろそろ帰りますから。お気に入り
なさらないでください。お礼に美味しい紅茶とお菓子を包んだの。すぐ戻ってくるからちょっとだけ待ってて。ありがとうございます。いいのよ、ごめんなさいね、すぐだから。マキさん、優しい人だな。お店も素敵だし。本当ですわね、さくら。ケロちゃん、まだダメだよ、マキさんが。またや、また気配がする。え、し、声が大きい。間違いない、ここにある。ここにって、それさっきのカードじゃ。ちゃうな、これは全く別のカードや。別の、あ、何これ、ケロちゃん、カードの仕業や。これはジャンプやな。ジャンプ、ぴょんぴょん跳ねるんが得意なやつや。すぐいたずらしよるんや。さくらちゃん、ともよちゃん、お待て。あああ、待ちなさい。何時のあるべき姿に戻れ。くらジャンプ追い詰めたようやな。けど、奴が操っとるぬいぐるみが邪魔やな。そうや、まずあのぬいぐるみを全部捕まえてしまおうか。一人きりになったらジャンプもしびれ切らして出てくるやろ。さくら、カードキャプターの力見せてやるんや。ここね、どうなんやで、さくら。当たった、ええぞ、さくら。ここね、あっちゃ。ここね、どうやで、さくら。やったー、この調子や。ここね、どうやで、さくら。あっちゃ。当たった、ええぞ、さくら。当たった、ええぞ、さくら。映像
や。でも、なんでジャンプもツインベルにいたのかな。ジャンプはいたずらもんやけど寂しがり屋やからな。仲間が欲しかったんちゃうか。仲間？こいつは自分がぬいぐるみみたいな感じやろ。あそこにはぬいぐるみがぎょうさんあるからな。そっか、本当に寂しかったんだね。せやな。さあ、これからが大変ですわ。え？どうして、ともよちゃん。このぬいぐるみさんたちを全部お店に返してあげないと。三人でやればきっとすぐ終わりますわ。頑張りましょう。よっしゃ、さくら、カードキャプターの出番や。はう。そうや、さくら。何？あの店はカードの気配が強い感じや。気配が強い？ああ、強いカードがおるとか、そんなんやないやが、なんか気配を感じるんや。もしかしたら、あそこにはカードが集まりやすいのかもしれん。あの店にはちょくちょく行ってみた方がええかもしれんな。うん、わかった。時々遊びに行ってみる。新しくできたお店を見つけました。ツインベルという名前です。マキさんという人がやってるお店なんですけど、ぬいぐるみさんとかもあって、とっても素敵なお店です。開店のお手伝いをしたら、マキさんがカード占いを教えてくれました。そしたら、その中に黒カードが、レインとウッドです。その後、ぬいぐるみさんみたいなジャンプも捕まえました。でも、その後のお片付けが大変でした。